で、こんにちは。速稼塾の久保です。皆さんね、お金を稼ぎたいとかね、まあ中には億万長者になってみたいっていうような発想、お金持ちになってみたいっていう発想をお持ちの方いると思うんですけども、それを周りの人に話した時どうですか？反応って冷たいんじゃないですか？お前には無理だよとかね、今からそんなことできるわけないだろうとかね、いろいろ言われて気持ちが落ち込むと思うんですよ。それから、そんなね、夢みたいなこと言ってないで、堅実に働きなさいと。月収15万でも20万でもそれはすごいことなんだからっていうふうにね、言われると思います。確かにそのアドバイスは親切から来るものなので、否定するものではないと思うんですよ。でも私はね、そういうことを言ってくる人にぜひね、言い返してもらいたい言葉があります。それはですね、金持ちになりたいと言った時に、お前には無理だよみたいなことを言われた時に言い返してほしいのは、じゃあ、俺にはもう金持ちになれないって君は言うんだね。っていうふうな趣旨のことを言ってもらいたい。もしくは、だったら、何だったら私の夢は叶えられるんですかと。偉そうにアドバイスするね、あなたが言う、お前には無理っていうその言葉の反対側で、だったら何をやったら俺は金持ちになって、将来お金の心配がないような暮らしに行けると思いますか？そのアドバイスを聞いてもらいたいと。否定するばかりじゃなくて、こうしたらどうっていうのを聞いてみたいんだっていうふうに、まあ、こんなね、トゲトゲしい言い方じゃなくてもいいんで、柔らかく聞いてもらいたいと思うんですよ。まあ、話し合ってもらいたいってことですかね。で、その中で、きっと、その方はね、いや、さすがに、老後に心配がないぐらいの金を稼ぐのは無理だよってはっきりは言わないと思うんですけども、かなり曖昧な表現になると思うんですよ。で、そういうふうな曖昧なね、表現しかできない人の言葉に惑わされて、自分の目標や夢を諦めるような人になってもらいたくないと思います。確かにね、金持ちを目指して挑戦して、できなかったらどうするっていうのはあります。それはもう諦めてくださいってことなんですよ。やってもダメなことってあるわけなんですよ。でも、やる前からダメが決まることはないんですよ。私たちはそれを可能性って呼ぶんじゃないかなと思うんです。でもその可能性すら追っかけていかないとしたら、もうそれは私からするとね、なんかただ生きてるだけの人になっちゃうわけですよ。もちろんそういう瞬間があってもしょうがないと思います。でも、自分の人生が周りの人に相談したがゆえにね、その人からの心ない言葉、もしくは愛情はあるんだけども、残念なね、アドバイスによって、自分の最後の夢まで諦めてしまうってことになれば、何のために生きるのかなと思っちゃうんですよ。もちろんおせっかいなこと言うなって言われればその通りなんですけども、やっぱ死んでも死にきれないって思いよね。特に今50代を過ごしている方、持ってほしい。私たちは、ロスジェネ世代として、時代の犠牲者になったわけですよ。ね、そしてその私たちの姿が20年30年とずっと這いつくばるようなそんな人生だったと思います。何のドラマもなく、何の自分が主人公になる瞬間もなく、本当にね、悔しい思いをしてきて、なんで自分はこんな人生を押し付けられてるんだろう、誰のせいなんだろう、自分に本当にやりようあったんだろうかっていうふうに本当に心をね、潰されるような日々だと思うんですよ。死んでも死にきれないじゃないですか。そんなのね。だって、同じ人生を与えられて、ある人は悠々自適で、我が世の春を謳歌してるわけですよ。でも、片やね、お父さんお母さんに温泉旅行の一つもプレゼントできない。そんな苦しい、そして50代の男として情けないような気持ちに襲われることもあると思うんですよ。そういう人生を過ごしてきてて、だったらもう勝負しましょうってことなんですよ。いつでもチャンスがあるわけじゃないし、いつでも勝負ができる場所が与えられるわけではないんですよ。でも、この動画を見てるってことは少なくとも、まだ勝負ができる最後のチャンスは残されてると思います。昨日、億万長者になるための、生活保護から億万長者というテーマでね、私の友人の小野里さんがライブ放送してくださいました。そのライブ放送に気づいた方は、チャンスに気づけてる人なんですよ。そして、気づいてライブ放送に参加した人は、もうね、片手に金を掴んでる人なんですよ。あとはそれを両手で掴むだけなんですよ。それが今この瞬間できてるかってことなんです。具体的に言うと、お前には無理という言葉にどのぐらい戦えるかなんですよ。いや、お前はそういうふうに言うけど、俺はやってやるぜっていうふうに、否定されればされるほど、半分ね、熱狂的に自分の夢に向かって迎えるかなんですよ。まあ夢っていうとね、ものすごくね、少年のようなね、陳腐な表現に聞こえますけども、50代になってね、夢すら持てないような人生を歩くなって私は思いますね。まだまだ夢を追っかけてもいいと思いますよ。小さなことですけども、私は
昨年私の長年の夢だった格闘技のリングに立つということを実現しました。結果は負けたわけですけども、でも精一杯やりました。これが残りの人生の私をね、支えてくれると思います。そして今年も挑戦をします。カラオケです。上手に歌えるような俺になってみます。そしていつかね、カラオケ YouTuber としてね、今度はデビューしていきたいなと、それを今年中にやってみたいと思っております。これも私の新しい夢です。去年の夢もあった、今年の夢もある。そして数年前は金持ちになるっていう夢がありました。また数年前は自分の好みの女の子と結婚したいという夢がありました。これも叶いました。自分の子供を持ってみたい、その夢も叶いました。夢を叶えようと思えばなんとかなると思います。で、仮にダメでもやるだけやったんだっていうね、大いなる自信が自分の次の夢を支えてくれますよ。はい、ということで今回のエールにさせていただきます。頑張ってください。どうもお疲れ様でございます。最近ね、第一生命のネオバンクということでアプリを取得して、で報酬をもらうみたいなプランが始まったんでね、そちらを推し進めているところですけども、でご質問いただいたんですよ。第一生命ネオバンクは住信 SBI ネット銀行の第一生命専用支店ですが、すでに住信 SBI ネット銀行に口座を持っている方は第一生命ネオバンクに口座を作れるのでしょうかとありますね。これね、私ね、住信 SBI ネット銀行の口座あるんですよ。あるんですけども、作れてますね。だから大丈夫じゃないかなと思います。はい。で、仮に口座を作れるとしても、友達紹介によって報酬受け取ったり、他の方に紹介しての報酬を受け取れるんでしょうか。これも報酬受け取れてますね。うん。で、このね、ネオバンクってのは、電話の問い合わせやってないんですよ。というのが、そういうコストがかけられないからこそ、そのコストを報酬という形で私たちに回してくれてますから、手厚いサポートとか細かいサポートを、このね、無料で使わせてもらっているサービスに期待するのは、やっぱり、私は、ないかなと思いますね。で、じゃあ、困った時どうするんだって話ですけども、だからなんですよ。だから、ユーザーをどんどん紹介によって増やすことの意味っていうのは、多くの方がこうやったらダメだった、こうやったらうまくいったっていうのを集めてね、そしてそのデータベースをさらに私みたいなものが動画で発信することによって、同時に Q&A もユーザーが作り上げていくっていう、こういうね、スタイルなんですよね。うん。だから一人で考えてもわからないし、問い合わせフォームもないし、で活動したばかりなんですよね、このネットバンクっていうのは。ですんで、やってみなくちゃわかんないこと多いです。そのために検索したりとかね、それから私たちみたいなすでに利用を始めた人に情報共有をしてみたりとかね、まあそうやって情報のやり取りを、横のつながり、つまりは人間関係を作ることによって、お互いに学び合う、教え合う、体験し合うってことをやっていって、データベースを民間で作っていくって形なんでしょうね。つまりこのコストが1500円ってものの中に入ってるというふうに私は解釈します。他のサービスも一緒です。無料のサービスを使うとき、基本的にサポートはないと思わないといけないし、サポートをするべきコストがないわけだから無料で使えるんですよね。さらに今回は紹介料って言って、1円も払ってないし、預金も全然してない私たちにどんどんお金をくれるわけじゃないですか。そうなってくると、手厚いサービスはないだろうっていうのがね、前提かなと思います。もちろん、電話のサービスとかをこれからね、この第一生命さんがやってくれるような気がします。というのが、ユーザーが増えていくと、じゃあここにコストをかけて、もっとここに預金者を集めていこうみたいな流れができるからなんですよ。で、その時までね、サポートがちょっとまだね、十分整っていないですけども、それは無料で使うアプリだから、当たり前のことかなっていうふうなマインドセットで、こういったものは取り組んでいかないとなっていうところですね。ということなんで、私も回答できることは少ないんですけどね。どんな疑問質問が集まったかっていうことをストックしておいて、それに対して解決方法をすでに持っている人にこれから出会う可能性も多いので、何にしても情報共有をどんどんしていきましょう。私もわかる限り、こうやってね、動画にしてお答えしていきます。それでは、よろしくお願いします。